こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いチャンネルへようこそ。カフェオレとカフェラテの違いって何だろう。今回は気になる異性が理想の性格の持ち主かどうか、そんなことを探る方法を紹介します。しかもたった一つの質問でビリ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 、これは必見。気になる人の性格が自分の理想に合っているか知れるなら、もちろん知りたいですよね。本人にド直球にあなたはどういう人？と聞くのはなかなかないしね。そんな悩みを解決してくれる最適な方法があります。そう、一言、あの人のことをどういう人だと思います？と聞くだけ。あの人というのは共通の友人や芸能人など第三者のこと。ちょっと例を挙げてみましょう。あの人のことをどう思う？意外と努力家なんじゃないかな。怖そうに見えて実は優しいと思うよ。コミュ力高くてすごいよね。あの人のことどう思う？実は見えて性格きついんだよね。割と自己中なところあるんだよね。これで何がわかるかって？もう勘のいい方は察しがついたかもしれません。あの人どう思う？の答え自体がその人の性格なんです。え、ちょっとわかりづらい？もう少し解説します。 A は意外と努力家であり、逆に B は自己中の可能性が高いということ。これは第三者のことを表現する場合に、多くの人は無意識に自分のことを重ね合わせて答えてしまう傾向があるからなんです。ポジティブの人は第三者をポジティブに表現するし、ネガティブの人は第三者もネガティブに表現しやすいんです。これ結構知られてないんですよね。覚えておこう。できればもう一歩やってほしいことがあります。一人の異性に何人かのことを聞いてみましょう。例えば、共通の友達 A さんのことどう思う？あとさ、知り合いの B さんは？最近人気の芸能人 C って実際どうなんだろうね？といった具合で、そうすることで答えに共通する傾向が見つかります。つまり相手の性格がはっきりしてくるはずです。整いました。そこで分かったいい性格があれば、そこを褒めてあげたりするとグッドですよ。例えば、ああ、あの人ね、結構努力は見せないタイプだよね。そっか、でもそういう部分って君にもあるよね。いやん、という具合にグッと距離が近づきますよ。では今回の放送はここまで。相手の心をバシッと掴んじゃいましょう。ではでは、また見てね。そういえば皆さん、今恋人はいますか？いないけど欲しいぜという人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはマメに書くんだよ。覚えておいてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ぜひここからチャンネル登録してね。ポチッとね、ポチッと。まったねー。